はい、皆さん、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは、今回も歌レポ、行ってみましょう。 はい、ということで、えー、今回もですねまたまた KinKiKids の YouTube プレミアムライブの映像を見させていただこうと思いますけれども今回はへいみんな元気い、はいでございます。ちょっと今ギリギリ言えた感じでしたけどもちょっとねまたコメント頂い,いてるので読ませていただきましょう。読み方美羽しさんかなタケトだね、ブーね武士のブーですよ。 たけさん、ブさん。はい。読み方いろいろです。え畿、ー、の歌レポうれしいですと、ありがとうございます。オリジナルライブの、へ、hey, いみんな元気かいも、私は大好きなので、聞いていただけると嬉しいですと、コメントいただいております。そしてもう一個、マイさんですね。ありがとうございます。えー、フラワーのね、楽曲解説、歌声解説の時に、ね、コメントをくれております。私も、えメロの入りのところ、大好きです。急にね、低い音を強じく。でででで,で。ででで いい響きでした、ね、上手でししたたね上手「剛君キョトンって顔しながら歌ってるのに歌はめちゃくちゃうまいわら」と「近畿の動画だったら「へ、hey, いみんな元気会を歌レポしていただきたいですと東京ドームのライブ中に YouTube 用に撮った動画なので他の動画に比べて生歌に近い聞こえ方な気がします。なるほど ここれは非常に楽しみとということで早速またまたね金 i n の公式 YouTube チャンネルを見させていただいて、えー、今から聴かせていただくんですけどもちょっと概要欄見ましょう金 i、え、n、ー、y o u t u b e オリジナルライブ第7弾は2001年11月14日にリリースされた13枚目シングル「へ、hey, いみんな元気かい」と2001年放送の堂本潤さん主演ドラマが「学校」 この先生主題歌と、金ひきツ CD デビュー25周年イベント24にょろにょろ「24451ニョロニョロ君と僕の声ニョロニョロ」2022年8月7日公演の際に会場に来られない来られなかった来ることを断念されたファンの方々ともこの日この時間を共有できる何か方法はないかと。 急遽発案され本番のステージにて収録された「へ、hey, いみんな元気会」をお届けします。なるほど。えー、感謝と温かさ優しさに包まれた時間を YouTube オリジナルライブでということで本当にいい時代ですねこれ。今こういうね状況になってしまって、えー、その場に来られなかった方たちと何かこう共有したいとなった時にこういうね、えー、配信していただける。 えー、まあ動画の撮影もそうだしこういうね配信してくれる場所があるというのも非常に、えー、ありがたいし嬉しい話なんですけれどもそれでは早速ね今読ませていただきましたがキンキーツの「Hey みんな元気い YouTube オリジナルライブ」「t o k 東京ドーム2 4 4 5 1君と僕の声」というねこの動画を見させていただきたいと思いますそれでは行ってみましょう再生ポン8分51秒 だんいつものねこの動画シリーズの最初に流れてくるレコーディングだったりリハーサルだったりの映像を少しずつこう切り取ったねでてて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 てミラーボールがまた映ってでてておまたちょっと違う映像あるでてライブ中の映像ドーンヘイみんな元気かいヨーキングさんと歌なんでね作詞作曲昔の曲も含めてと剛くんずっと 歌わさせていただいているこの25周年イベントでございますけれどもとちょっとねとこのあと今回あのこの25周年というイベントをやっぱり来たかったけど来れなかった人うんコロナ禍っていうのもありますし後ろに衣装もなんか並んでるんですごいそういった方々も本当たくさんいらっしゃるということを我々は感じ取っているんですけどと 何かこの会場に来れなかった人たちと一つになるようなことないかなみたいな話をずっとしてましたなるほど。そうだ。我々には YouTube チャンネルがあった。なるほど。お客さんここにはいるんだ。うん。なので、今このカメラ入ってもらってるんですけど、とこの25周年の模様を皆さんにお届けするためには、 随分と編集だいろいろありますので、道島くんが編集、時間かかるタイプ。道 <laughs> 島康平さんね、ギターの。ちょっと時間が皆さん届くまでには時間かかるなと思って、でも YouTube だったら、少しでも早く、この空気感をね、来れなかった人たちにも届けられるんじゃないかなということで、ちょっと急遽、YouTube バージョンというんですかね、と。そうなんです、光一くん。今から。 YouTube に「ノルノここで収録しますと」と <laughs> みんなね声は出さないですけど温かい拍手。リリース DVD リリースまでその待っていただくとねとちょっと時間かかっちゃうしなと思って、うん、より多くの方に間口広く光一君共有していただけるためにはこうすることがいいかなということで曲の方もいろいろ考えまして。うん 負けたら、<laughs> え、<laughs> ご苦労さん <laughs>。やだやだ、小一君。笑っちゃってるみんなね、声出して、わあ、バックファイヤー。お尻に火がついて、足し。<laughs> どこまでなんなんですか、これ、本当なのかギャグなのか。へえ、みんな元気かがいいのかなと小一君。後ろのコーラスの方も手を叩いてます。 せっかく今日は皆さん声も出せないし、つよしくんクラップ一緒にしながら、そのクラップのリズムでを演奏が増えていきますね。ええー、面白い。みんなと一緒にこの音楽を奏でて、YouTube で皆さんと一緒に共有できたらなと。ええー、繋がれたらなと思ってますんで、とつよしくんが。今日はちょっとそれよね、と。どうもという大きい場所で、ここのところずっとね、 YouTube で孝一くんやるもの以上の雰囲気でずっとやってるからねと。うん、これもそうかもしれないねと。剛くん、ずっとこれを決めてたわけではなくて、ふとやれるんだったらやろうよっていうことで、ええー、皆さんもそれだったらやろうと言ってくださった。うん、実現するわけですけれども、うん。まず僕たちがクラップで誘導しますから。いやー、これたくさんの人数だと。 ごちゃごちゃ言わんと任せてもらったらって言し <laughs> 大丈夫なんだよ <laughs>。やだ、恥ずかしい、幸一くん。どうした <laughs> 結構近いことやってるからと <laughs>。ごちゃごちゃ言わんと任せてくれた <laughs>。幸<高>一くん。まあ僕たちは、これはやっぱ先導しましょうと。 いや、この人数で、この速さで、難しいよ、これ。もっと手が痛くなるぐらい。あ、音変わった。すごい。音がずれるの気にしない。そうね、ちょっと気にしだしたら。たたたそうね、ずれんのは当たり前。すごい。剛君も待った。じゃん、すっちゃん、じゃん、すっちゃん。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ファー、お

ステージ上ですごい盛り上がった。時をスルスーって、たたたんたここからがラがるこの繰り返し難しい。たからがるふかんどないね、小石くん。楽しいとは思い込ませる。柔らかい歌いまし。まりは、わっ。最初すごいハモリ入りましたよ。黒いクたちをすっむ。君は、 何をしてるうん。雨はいいビブラート強くん。やむだろう。おいえい。へい。みんな、元気かいうん。いいね。この、この時にこの楽曲いいね。どうしてるハモリ入った。へい。心の友達を。おいえい。へい。みんな元気かいわ。 高一くん前で後ろから剛君がカメラの方に手を指をさしてさあかっこいいブラストが入ってますよすごいもう会場の一体感サックスでした悲しみの涙でったさあユニゾンになってまた声の重ねが素晴らしい。こまでも 登ってゆけば、いつか必ず、必ず、好きに続くだろう。上のハモリーと剛君。くんそこで音楽を聴いて、踊ろう。うん。タカタカタカタ夜は、どこからともなく、僕たちを、下のハモリーは小石君。吸い込む。君は、いいビブラート。何をしている この雨は、いっそやむのかい。Oh, yeah. さあ、ドラマ入って。みんな、元気かい。Hey, みんな、どうしてるうん。Hey, かかるの。いいな、こいちくん、タカオのお口の合い方、素晴らしい。Hey, みんな、元気かい。はいと、いい声だな、剛君。 掛け声かける時もこの鼻の奥で響いた良い響きの音が鳴ってますうわすごいお客さんたくさん入ってるどう強剛君もカメラに向かってアピールをして後ろからでっかい盛りてありますからねラララじゃん強しくナイキュースぐるっと回って右手を上げて「タダダ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  俊之君最後にあれやって。チャンネル登録。<laughs> それなんでいつも棒読みな。<laughs> なんでそんな心ない感じなんですか？それさあカメラがぐっと引いたところからね。ステージを撮ってますけど。いやー。いいですね。なんかお二人のこう。お人柄というか？ えー、いろんなね、まあ、こういう状況の中でライブやってる方たちから、えー、ファンの皆さんに向けてね企画がたくさんあってねそれはそれぞれで非常にこう練られていて面白いと思いますけどうんなんかやっぱりこう25年やられているお二人なのでなんかこうねあの肩の力がいい意味で抜けてですね本当にあにファンの方たちに支えてもらっているということを 常にこうかなり前面の方にというかあの心の前目の方にずっと置かれているお二人なんじゃないかなというだからなんかこう今のね「Hey みんな元気かい」という楽曲、まあ、このリリースした当時は2001年ですからもう21年前の時とやっぱり今お二人が歌ってる時とでこう曲の まあ捉え方も違ってるんじゃないかなと思いますしこの表現の仕方もそうだしましてや今回こういうね、まあ、時期こういう時代にこの曲をですねこうやって YouTube を通して届けてくれるっていうのはうんすごいなんか温かい気持ちになりますよね。 うん、そしてま歌声解説ということで言うとですね、あのつよ君が歌い始め、ダララ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 ラっていうフレーズから入りましたけど、このね、まあさっき聞きながらも言いましたけど、同じところ行ったり来たりメロディーというのはね、やっぱり難しいんですよね。うん、なんかあのメロディーが動いてくれた方が歌う方はそれになぞっていけば、まあある程度こう表現力としてできるんですけど。 同じとこ繰り返しの場合は歌ってる方が何かこう歌い回しというかね歌い方で表現をしていかないとすごくまあメロディーとしては単純なメロディーになっちゃうので「タララ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 ラらララ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 ラでララ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 ねラララ 行ったり来たりメロディーなんですけどそういう単純な感じに聞こえない浩く、まあ、君もその次にね同じように歌われてますけどやっぱり2人とも表現の仕方は違えどそういうなんか音と音の間音符じゃ楽譜ではこう書くことのできないね その音符の位置は楽譜に書いてありますけれどもこことここのつなぎ方とかはね書くとこがないんですよ楽譜にはねそれはやっぱりこうお二人が長く歌われてきた中から出てくるやっぱり表現力の一つじゃないかなというふうに思って非常に A メロの入りからね、えー、あすごいやっぱりこうすごいいい歌い回しをされてるなというふうに思って聞いてましたけれどもで、えっと、二人がちょこちょこハモってみたりまたはこう同じフレーズユニゾンになってみたりという。 この切り替わりがすごくね心地いいバランスで入ってるなという風に思いますえーえー、みんな元気かいえー、みんなどうしてるちょっとどこがどこだったか忘れてしまいましたけど <laughs> 再現するのかと思いきやねうん。だけどやっぱその入れ替わりみたいなのもさっきの歌い回しと同じでやっぱりこうね最初はもしかしたらね最初の音メロディーのメインのメロディーが へーだったら下が「へーみんな元気かい?」かななんかその辺というのを、まあ、探りながら歌いに行ってたこともね最初の頃はあったかと思うんですけどもうお二人がこうあんまり考えないでパッと歌っても音を出した瞬間同士のねこの音の響き合いというのがすごく安定感があるそしてそのさっき言った「ユニゾン」っていう同じ今度フレーズを歌った時に、まあ、これは「フラワー」の時にも あの言わせていただいたんですけど2人が一緒に歌うとこの声の重なり具合がですねこの見事に何か何て言うかねこのデコとボコのハマり具合がすごいいいというかだからお二人で歌ってるのに一本の声に聞こえるというねこれはもともとの声質がそういうものだったお互いがねのか 歌いながらだんだんそれがこう綺麗に響くようになってきたのか多分私は後者じゃないかと思うんですよね歌いながらだん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 そのこう混ざり合いがよくなっていって今やこれもう当たり前のようにやってますけど入るタイミングなんかもちろんリズムが鳴っているし入るタイミングは一緒ではあるんですけどもっともっと細かいそのね定規とかでいうとセンチ刻みじゃなくてミリもうちょっと言ったらナノぐらいのところまで。 なんか息継ぎのタイミングから「へぇ」に入る時のまあ何とも言えないこの統一感というかねえこれはもうなんか「せーのでやってみましょう」って言ってできるもんじゃないというかねやっぱり長年お隣にいてこう歌ってるうちに感じ合うというか分かり合うなんかタイミングというかねウルまあタイミングじゃないですもうこれは呼吸ですね多分ね。 ここでこういうふうになったらこう入ってくるだろうみたいなものがもう肌で感じ合えている感じがうんすごくなんかいやいいなとさえ思いますね25年やっぱやってくる2人じゃないとできないでまたジャニーズのグループというのはたくさんありますけれどもこの2人だからっていうところもきっとあると思うんですよねまあ6人なら6人5人なら5人7人なら7人のガッとこう集まったねその声の響き合いであったりとかその お互いのこう感じ具合、空気の読み合い読み合いって言ったら何か違うな空気のね、えー、で分かるものというのも絶対あると思うんですけどこれは2人ならではっていうのがきっとあると思うんですよね、まあ、今の途中途中のちょっとトークの掛け合いなんかもそうなんですけど。 うんなんかこうお話ししてることに嘘が全然ないというかね本当に皆さんにそういう気持ちで届けようと思った時に何ができるかなでそしてその後ろのメンバーの方たちもみんなそれに賛同してくれたで皆さんの手拍子もこうやった時に光一君くんがさらっとねずれるのはしょうがないと、うんえー、そういうのは気にせずやってくださいっていうなんかこうみんながふっと思ってるようなところとか。 これはどうしたらいいのバッとこうねえ優しい言い回しでえ教えてくれるというかこう一体感を生んでくれるみたいなところのなんかいい意味での余裕感というかね二人ならではの空気感みたいなのも感じられてうんいや非常にいい映像だったなと思いますね。んなんかライブだけど キキンキズの2人それからステージに上がった人たちが届けているというよりかはみんなで楽しみましょうという空間がこの一曲のこの映像を見るだけでも結構ね私は強く感じたような気がしてうん温かい空気のライブだなというふうに思っても見させていただきましたということでえ今回も皆さんにいろいろ教えていただいて今日はキンキッズの「ヘイみんな元気会 YouTube オリジナルライブ」「あと東京ドーム バージョン見させていただきまして、勝手にお話をさせていただきました皆さん。今回も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。